長い。じゃあ一個が長い。ちょっと、ちょっと、今これと。ちょっと、飲みに行こう。だから俺、ここで恋が始まっとる。恋が始まった。ライブと、よし。お疲れ様です。本日は1月の4日。4日です。休み最終日11時に集合して、はい。今から YouTube の撮影ということで強制送還しました。よっ送還はまだされてないです、まだ強制連行です。今日は海鮮物を食べる。海鮮物。はい。昼間から。はい。例えばキノコとか。キノコは海鮮じゃないです。ひだ牛とか。それは肉です。あと松茸とか。松茸だよ。あと追い茸とか。追い茸って山の幸ばっかり。舞茸ですね。間違えました。追い茸。なんて言うの？お前、嫌なの？お、ワープしてきた、ワープしてきた。イソプラモンはワープだろ？サバセポン。サバセポン。こっち見てるよ。サバセポン。なんか走れないから。走れないから。テイク。厳しいな。サバセポン。サバセポン。これ見てみる。サバセポン。恥ずかしかったみたいな。こうやって調教するんだろ、だんだんこいつのレベル上げさせちゃったんだろ。いきますよ。お、もう焼けた。もう食べれそう。これ多分 1ミリで食べた方がいいって。いや、まず多分絶対まずいですよ。これほんとに1ミリ食べるのがめっちゃうまいって。なんで1ミリ？いや、全部1ミリがうまいですよ。塩だけとかも絶対うまい。いただきます。ちょっとあれもかぶれないんだって、こういうとこだもんね。こういうとこで食う感じだったいんだって。こういうとこ感出したいんだって。いや、こっちは全員飲みに行って、感覚を。自分は行ってないです。何行ったでしょ。で、行って、次の日仕事じゃないですか、うん、納めで、うん。僕とこっち君が全員遅刻しようかって。あ、もう行ってないんだ。行ってない、行ってない。その事件は。だってもう相当飲むんだよ。俺、最後、途中で帰ったけど、でも僕もイライラしてるもん、うん、お前らがイライラにしろなんですよ。締め日に遅刻すんなんですよ。そりゃそうだよな。僕、飛んだ疑惑ありましたこいつももう起きてなかったお前も飲んだの？飲んでないの起きてなかったの？あ、お前もそのまままっすぐ帰ったんだ。まっすぐ帰った。家族おるもんな。だって思ったのに、何時だったお前？7時です。ああ、ほんと。ああ、面白そうだよな。体力テスト動画とか見たいって。ああ、だってリュウジがそれ撮らせろって言ったら、だって金が壊れちゃうんで、わけわかんない。壊れいいんだ。壊れたらない。壊れたらお前だ。俺も壊しすぎだよ、今まで。俺だってやってるからな、現場は。前何歳な？3。3じゃまだ現場ってどうだな、俺。なんかおもろいとこ行きてえけどな。こういう場合はお父さんに内緒だよ。お父さんに内緒だよ。お父さんに内緒だよ。これ使ってください。お前大丈夫かとか言って、お前今日から仕事じゃねえのかとか言って。いや、おちゃんおちゃんに気使っとんだろうな、やっぱきちっとしとるから。なんで出なくていいの？早く着いたんだろ、会社。1時間前に着いたらしい、会社。で、俺もう時間ギリギリに来るじゃん、会社。で、電話かかってたけど、寝とるもんね、俺。来て、うん、で、いや、分かんない、ちょっと電話してみます。俺に電話してみたろ。いや、今から出る気って言ってましたよ。俺、あの電話がなかったら遅刻。でも俺、0分ぐらい着いただろ。11時00分だろ。11時00分だろ。行って1分だろ。いや、行って1分だろ。あれ、電話出てなかったら俺全然ついとった。いや、いいよ、知らないじゃん。あそこでさ、あれだよ、あそこで1分ぐらい取られとんだから。手止めてんだよ。分刻みで動いてるの、俺。それはそのさ、サラリーマンの仕事よ。だから経営者クラスなんか00分。
糞が大事だから。3分余分に寝ることがどれだけ俺のポテンシャルが上がるか。だから言うじゃん、映画でもダブルオーダブル7がつくのか6がつくのか8がつくのか知らんけど、だよ、見てわよくも分かる。ごめんなさい、ごめんなさい。熱いよ、めんつい、いかちいやん、はい、あ、いい、もっとこちらでいい、うまい、うまい、運動俺全然減っちゃうだろ、いるんだね、俺らが昔、俺らが18の時は口移して飲んだもん。時間がないから。お前らみたいにぬるい仕事してないから。鉄骨の上上がったらもうその、もう口移してたもん。バセーって言って、はいしろー。そんな言い間違いよ、もうその方が時間かかってる。その暇じゃねえか。俺の時代は俺四日市結構2時間か3時間だったの、うん、思った時にこいつちょっとアピール多い。頑張ってるアピール多いなこいつと思った。仕事というものは頑張るものです。あ、まあそうだよな、映像に出しちゃダメだよ。お前一番出しとるけどな。お前頑張ってるアピールで一番すごいけどな。何歳で営業やった？23から26までだったんだよ、3年間くらい。でも営業やってよかったの？よかったですね、うん、最近の話で言ったら、でも隣の人にも挨拶するとか、隣の人はもうその営業やれよとかじゃないけど、隣の人は挨拶しとくと、なんか別にじゃあ敷地を借りるときか借りるときでも関係なしに一本だけ行って、じゃあ例えばそっちでね、住所がちょっといいですかって言ったら、やっぱ気持ちよく向こうは、あ、全然いいよ、全然いいよって。隣の家に、マラシの時挨拶しに行ったんですよ。はい、めっちゃキレられたんですよ。いや、でもさ、それしょうがないじゃん。営業が悪いのもあるけど、経営者の目線で考えたよな。今はなんか、営業も職人も、営業が悪いとか職人が悪いとか言ってるけど、経営者の目線じゃないんだよ。めっちゃ怒られたから、ね、だったらどうしたらいいのっていう発想がないじゃん、まあ、自分が安くするためにだと思うんですよ、ね、それは。だから相手に死んでも、もう怒られたら怒られたらしょうがねえよ。だけど一歩話はどうしようんだもんね。まあ時々あるよね。最初の事前で営業が挨拶して土地を借りたらダメって言われとったけど、なんかその現場組みに行った時に挨拶したら、うん、あ、案外意外にこっち貸してくれるとか、うん、だからすごいザラにあるよ、ね、あ、そうだよね。だから営業の下におるのか、営業に文句言ってるってことは営業の下におるって自分たちが認識してるんだよ。だから別に言っちゃいよ、別にこんなん借りれるでしょ。だけどお前もハーフだもんな、ピピのハーフだな。だって僕の子供クォーターになる。あ、そうか。ていうかじゃあ俺の子供も全員クォーターなんだな。あ、韓国の。そう、お前の子もクォーターだ。クォーターってかっこいいじゃない。ハーフよりかっこいいよな、クォーター。僕はクォーターなんです。クワトロだ、クワトロだ。クォーターじゃねえじゃん。お前は。親父がってクォーターって言ってんじゃないですか。スペインとフィリピンのハーフなんで。ああ、そう。で、お前じゃ雑誌じゃん。お前雑誌じゃん。違う、お前雑誌だ。雑誌は唯一ですね。ドグルチが入ってるでしょ。1世紀前やったらこの顔型もモデル。1世紀前、スペイン。スペインいねえか。1世紀前、1世紀前のスペインのハーフ。じゃあ。いやいや、2人で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 しょ、俺だけダメなの、嘘でしょ。いやいやいや、そんなやつだけでもなかった。ジャザオさん、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 俺そういうの好き。なんなら31日を言うんですよ。ジョーさん、ジョーさん、ジョーさん、皆さん、初詣行
こうよ。ジョザ、ジョザ、ジョザ、発音できない。ジョザ、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 発音できない。ジョザ。だから俺ここで恋が始まってる。恋が始まった？ライブだ。実験っすよ。お前細かいわ。こいつ案外細かいな、本当。自分が喋れんからって。だから案外なんか自分をそのミステリアスにしてるじゃん。してるっていうか喋れんから。俺とテラはこいつのことダサいと思うんだけど、結果喋れないからミステリアスになる。テラってコメント欄でそうじゃない？リュウジ君かっこいいとか、じゃ全然かっこよくねえから。じゃあ顔は別別でも喋らんことが動画で良くなるから、僕の顔ですよ、喋らんかったらですよ、でも放送事故じゃないですからね、普通に。私お前本当にかっこいいよ。いやどう思う？いい男だろ。いい男だろ。違う、普通に 顔だけで言ったら。1月4日、昼から、まあ、男の日っていうか、何年だろうな、新年明けます。あ、明けまして、昼から。うちは明日から仕事。結構1月なんですよ、動画のスケジュール入ってるんで、面白いと思う。今年はまあ30万とか、20万じゃなくて、30万円とか目指して、頑張ってもらいます。ぜひよろしくです。お願いします。またね。